してシャドウに入る井出も今日はベンチからになりました。さあ入れ替わるか、残したワンチャンスをものにしました。前半の44分小池、いや大きな仕事しましたね。はい、ここ入れ替わったわけですね。林選手のうまさじゃないですか、ここやはり左足得意な方の足で持てたんで顔も上がったし、でそれを感じた小池選手がスルスルと相手の背後を取りに行った、鍵を閉めてた山形のボールのブロックを2人でこじ開けましたね。